取引が目的な。よし、家とつなげられたよ。これがアンナの家とつながってる小さな移動祭壇だね。これでいつでもアンナの家に行けるよ。じゃあコンマ席を探そう。おかしいっすね。なんでなんで。ざっと見渡してみたけどコンマ席がないっす。じゃあ鉱山の奥に進んでみようよ。鉱山で何かあったのかな。どうしたの。誰かがコンマ石を根こそぎ持って行ったみたいっす。そんなに使い道のある石でもないのに。残っているのは色あせた鉱石だけ。もっと奥に行ってみよう。
だろ。ヒナだよ、出てこーい。ハイベリー様の勝ち。あたしの番だよ。どれどれ。私を追ってここまで来たの？そうじゃないけど、でも今回は見逃してやろう。ちょっと疲れててな。何言ってるの？パイをよこしなさいよ。見逃してやるって言ってるだろ。やっぱいいや、アンナのパイを食べたし多めに見てあげる。じゃあそのまま通り過ぎるってことか。なあ、ここで赤い髪の女の子を見なかったか？見てないけど、なんで？いや、なんでもない。なんだろう。ま、いいや、コンマ石でも探そうっと。練習するぞ。ヒバだよ。
どれ？残した手紙を見て鉱山に来たんですが、道に迷ってしまいました。私はケイトと言います。そうなんだ。私はファイベリー。私が出口を教えてあげるよ、ケイト。ダメです。まだ弟を見つけられてないんです。それなら心配するな。鉱山の入り口からここまでで、あの勇士とお前以外の人間の匂いはしなかったから。そんなわけない。弟は間違いなくここに来たんです。感覚でわかります。ブラックジョー、人間に関わりたくないのはわかるよ。でも子供でしょ、助けてあげようよ。いやいや、本当に他の人間の匂いなんかしないっすよ。弟が消えてからずいぶん経ちました。だから匂いが消えてしまったんじゃないでしょうか。本当にお前の弟の言う盗賊たちがここにいるのか？鉱山に設置された変な罠がその証拠です。ここに盗賊がいるはずです。早く弟を探してあげよう。本当におせっかいなんだから。本当にありがとうございます。弟は私が必ず見つけてあげる。
って
どれ？変なゴーレムは見た目は雑だけど、王宮のゴーレムよりはかなり精巧な作りだ。ブラックジョー、あれを見て。はい、あのゴーレムを作ったやつらが鉱山のコンマ石を盗んでいったみたいっすね。でもどうやってゴーレムにコンマ石をつけたんすかね。わかんない、さっさとやっつけてあの子の弟を見つけてあげよう。新しい魔法を練習するぞ。どれどれ。あいつらがゴーレムを操縦してたってことっすね。え、モグラが操縦？どういうこと？道理で魔力を抑制するコンマ石がこのゴーレムにつけられていたわけっすね。魔力で動くゴーレムにコンマ石か。怪しいことだらけっすが、ひとまず疑問は一つ解決したっす。このゴーレムの動力は魔力ではないっす。おそらくあの蒸気っすね。あの熱い煙で動いてるって、うわ、あんなのが魔力の代わりになるの？今そのありえないことが目の前で起きてるんす。とにかくこれはすごい発見っす。これまでにこんな動力の概念はなかったっすから。私はモグラがゴーレムを操縦してたってことの方がもっと不思議だけどね。鉱山モグラなら敵を見分ける能力と単純な対応くらいはいくらでも学習させることができるっすよ。このゴーレム強いことには強いっすけど、動作のパターンが単純すぎませんか？確かに。それより私たちと戦ったせいでコンマ石が底をつきそうだよ。3号が、あの時の路上強盗、あんたの仕業だったの？あいつらがコンマ石を盗んでいったんすね。あいつを追おう。コンマ石のこともケイタの弟のことも問い詰めなくちゃ。
どれ？どれ？ハイベリー様のパチー！新しい魔法を練習するぞ！はどれ？どれ？お呼びですか？どれどれ？待ってちゃダメだぞ。始めるよ。どれどれ？
俺のミスじゃないぞ。俺が着いた時にはすでに3号が壊れてたんだ。見つけた！早くケイトの弟を返しなさい！ここまで一体どうやって？ありえない。俺が設置した罠を全部パスしてきたってことか。お前も反省しないとな、クロー。お前がしっかりしないからだ。ひとまずはクロー、少しここを任せた。時間を稼いでくれ。俺はリーダーを連れてくれ。あいつめ、また面倒なことを押し付けやがって、ま、退屈してたし、むしろ良かったよ。ちょうど新しい罠を試したかったんだ。気をつけた方がいいよ。すぎる。なんだよ、もうやられたのか。おのれ、相手の戦力をちゃんと話しておくべきだろ。お前がこれほどあっけなくやられるとはな。ところでリーダーは？何？おいカンナ、早く出てこい。呼んだ。ムササビ盗賊団のリーダー、カンナ様が来たよ。なんだ、いたのか。リーダー、着いたなら姿を現しておけよ。主役というのは最後に登場するものだよ。あれ、あいつ人間じゃないよ。やっほー、私はパイベリー。見ての通り、私も魔女なの。でも魔女同士戦うべきじゃないよね。こんなめちゃくちゃな世界で同族かどうかなんて何の意味をなすの。それより集中しな。さあ、私の3号を壊した罰を受けてもらうよ。レッドホーク、クロー、ポジション A で行くよ。ラジャ、ポジション A。 クロー、聞いただろ。お前さえちゃんとすればいいんだ。ムササビ盗賊団特製の爆弾、知ってるか？始めるよ。どれどれ？気をつけろ。カンナ様がただじゃおかないからね。じゃあ、行くぞ。どれどれ？お呼びですか？どれどれ？楽しかったか？あんな子供の魔女にムササビ盗賊団がやられるなんて。おかしいな。あいつからも、あ
たみたいに魔力が全然感じられないよ。教皇に捕まって魔力を失ったとか？えい！あ！煙幕爆弾！村の子供たちが持ってたやつだよね。そうだ、ケイトの弟。クンクン、ご主人様、さっきのあいつらの他に匂いはしなかったっす。ただもう少し深いところから何やら新たな気配が感じられるっす。きっとケイタの弟だよ。早く行こう。戦闘には勝利したけど、ここは奴らのアジトっされた魂の集合体っすね。黒い魔力の石のせいで固まったみたいっす。いわゆる悪霊っすね。おそらくこの近くに黒い魔力の石があるのかもっす。黒い魔力の石って、触れた者の理性を一瞬で支配するという邪悪な魔力が宿る石っす。触れたらどうなっちゃうの？その石に手を触れた瞬間、力に対する欲望が極限に引き出されるっす。しかも周りに漂っている魂まで汚染してしまうほど強力な魔力っす。大体わかった。でも悪霊なら攻撃しても効果がないんじゃない？集合体の媒介である黒い魔力の石さえ破壊すれば、汚染された魂は散らばるっす。いつも通りに戦えば大丈夫っす。黒い魔力には気をつけてくださいね。準備できたよ。どれ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 。始めるよ。どれどれ。光と闇が宿る立方体の石、原石に近い黒い魔力の石っすね。あ、盗賊団のリーダー、大丈夫？まさか私の心配をしてるの？まったく、おめでたいやつだね。悪霊のことなら心配いらないよ。私が退治したんだ。魔女同士助け合わなくちゃね。はあ、あんたがこれほど強いとは思わなかった。2号を出すべきだったか。頭が。みんな大丈夫か？まさか魔女と悪霊が戦ったのか？もう少し早く目が覚めてたら悪霊と魔女を一度に倒せたのに。本当に恩知らずな奴らだな。とにかくあんたたちが連れ去った子はどこ？早く連れてきて。連れ去った子？何のことだ？クロウ、まさかお前人をさらって人体実験までしてたのか。でたらめ言うな。
俺が興味あるのは機械と電線と爆薬だ。もういい、言っておくけど、いくらクロウでもそこまでバカじゃないよ。バカなのは認めるって聞こえるけど。じゃあ勘違いだったってことだよね。いや、全然がっかりしてないよ。悩みの種だった盗賊団と邪悪な魔女を一度に片付けられるチャンス、やっぱり私は運がいいね。ケイタ、どういうこと？盗賊団を自分でやっつけるのは面倒だったんだ。おかげで何もせずとも解決できたよ。お礼を言っておこうか。はあ、どういうことか分かったよ。ねえ、ケイトに何か頼まれてたんでしょ？うん、それが弟を探してほしいって頼まれたの。盗賊に捕まったって話だったけど。バカ、完全に騙されてるよ。あいつに弟なんかいないって。そんな。あんたって魔女のくせに本当に何も知らないのね。魔女なら人間を警戒しないと。そうだね、これからは気をつけるよ。じゃあ用も済んだし、私はこれで。何これ、魔法？基本的な束縛魔法っすね。落ち着いて少し待っていてください。魔法を使う人間がいるなんて知らなかったよ。いや、あの少女には魔力がないっす。それに代わる何かを持っているみたいっすけど。おい、間抜けな魔女、あいつを甘く見ない方がいいよ。教皇があいつに力を授けたんだ。教皇から力を授かった？勇士でもないのにどうして？見ればわかるでしょ、あのずる賢い性格。教皇の好みにぴったりじゃん。教皇様が私の並外れた頭脳と冷静な判断力を高く評価してくださったんだ。ケイト、おしゃべりだね。今日は勇士の子分を連れてきてないみたいだけど、私たち全員を相手に一人で大丈夫かい？さあね、私が自らあんたたちを相手する必要があるかな。やめろ。あんたたちが戦い合って死ぬところを見たかったけど、ま、火遊びも悪くないか。リーダー、クロー、早くこっちに。ねえブラックジョー、これっていつ解けるの？まだその状態だったんすか？さっさと魔法を使ってください、早く。ご主人様、空間移動はもう遅いっすから、天井から脱出しましょう。キヤッホから出てきたのがここでした。少し辺りを見てみようか。このゴーレムも急に攻撃してきたりして。椅子とレバーか。これは登場して操縦するタイプのゴーレムのようっすね。長い間放置されてるみたいだけど、これも教皇のゴーレムなのかな。違うでしょうね、僕は見たことが。それに教皇城からかなり離れた場所にこんなゴーレムがあるわけ。じゃあこれもカンナのゴーレムってこと？
魔女？あ、人間！その服、もしかして君もカンナの友達？凄まじい爆発音が聞こえたけど、ひょっとして君、カンナと戦ったわけじゃないよな。戦ったけど心配いらないよ、カンナは無事だから。いや、そうじゃなくて、サンゴは無事だよな。ついこの間、やっとの思いで直したんだ。サンゴ？もしかしてピンクの巨大なゴーレムのことなら、私と戦って壊れちゃったよ。なんだって？悪霊とは戦わずに魔女と戦った？なるほど、ゴーレムにコンマ石をたくさんつけてたのは悪霊のためだったのか。ああ、コンマ石は悪霊の魔力を麻痺させるんだ。それにしてもカンナとは何で戦ったの？そう、私はただコンマ石を探しに行っただけだよ。コンマ石？はあ、そんな理由でサンゴが。もらってくれ、コンマ石だ。わーい、これで鉱山にまた行かずに済んだよ。用が済んだらカンナが戻ってくる前にさっさと行ってくれ。また戦いでもして壊されたらたまらないからね。ありがとう、君って本当に優しいね。なんて名前？ジェイでいいよ。はあ、1号まで壊されたら立ち直れないよ。分かったよジェイ。ところでここからララクモリに行く方法は知ってる？森に繋がる秘密通路があるんだ。ムササビ盗賊団専用だけど、今回だけ開けてあげるよ。秘密通路？初対面の私たちを通しても大丈夫なの？本当はダメだけど、まあ魔女と人間が出くわすことはないと思う。カンナが戻ってくる前に早く行って。残った部品ではもう3号の修理だけでもギリギリだから。カンナが戻ってくる前に早く行って。残った部品ではもう3号の修理だけでもギリギリだから。まったく。おお、鉱山の入り口のすぐ横がカンナの秘密通路だったんだね。ちょうどよかった。鉱山の入り口からすぐにアンナのところに行けるよ。早くアンナにコンマ石を渡そう。どうしましょう、今はパイの材料を切らしていて。違うの、今日はプレゼントを渡しに来たんだ。プレゼント？これはコンマ石？何のことか分かったみたいだな。ご主人様があんたのために苦労して手に入れたんだ。パイベリー、気持ちはありがたく受け取るわ。でもコンマ石は私の体にはこれ以上効かないの。そうなの、力になりたかったのに。
そんなに落ち込まないで。代わりにこう使うのはどうかしら。これは？古い魔法のイヤリングにコンマ石のかけらをはめ込んでみたの。これがあれば相手の魔法攻撃を少し防げるはずよ。魔力の強い魔物を相手にするとき役立つと思うわ。でも私はアンナの力になりたかったの。なのに。十分に力になったわよ。誰かにこんなに心配してもらえるのは本当に久しぶりだから。でも美味しいパイのお礼がしたかったんだ。もう少し考えてみるよ。そうだ、聞きたいことがあるの。なに？この前カンナっていう子に会ったんだ。その子もアンナみたいに魔力がなくて名前も似てて。もしかしてカンナってアンナの娘なの？娘がいたわ。その子ミイロが生きていたら多分パイベリーと同じくらいの年頃なはずよ。もう10年以上も前のことよ。教皇は魔力の多い子供たちを欲しがったの。不幸にも私の娘ミイロは生まれつき魔力を多く持っていたわ。私たちは森の奥深くに隠れて暮らしていたけど、結局勇士たちに見つかってしまったの。じゃあミイロは。アンナのように魔力を奪われたんすね、教皇に捕まって。ごめんね、そんな悲しいことがあったなんて知らなかったよ。じゃあ、あんたはどうやって生き残ったんだ？教皇がタダで返すはずがないはずだけど。教皇から魔力を奪われた魔女はバベリア鉱山に捨てられるの。あの時に死ぬべきだったのに。こうしてかろうじて生きているわ。なのに今まで生きてたって？10年も前に魔力を失ったのに？ありえない話だな。あんたの正体は一体なんだ？まさかあんた教皇の手下か？ブラックジョー、失礼すぎだよ。いいえ、そう言われて当然よ。魔力のない魔女はすぐに死んでしまうもの。でも誤解しないで。私が死なない理由はここにあるの。これはエイムハードの魔力。エイムハード？エイムハードは封印と結界に長けた神っす。このネックレスは彼のものなんす。いいえ、私はエイムハード様の伝令だったの。これはあの方が私に預けたものよ。伝令だって？それならなおさら理解できないな。そのネックレスがあればほとんどの勇士はあんたに手出しできないはずだが。ええ、この中には魂を封印する絶対的な力があるから。でもエイムハード様のネックレスは私が力を使うことを許さなかったわ。許されたのはたった一つだけ。許してくれてたらアンナもミイロもきっと無事だったのに。きっとエイムハード様には深いお考えがあったのよ。そう信じているわ。アンナ、アンナ。ダビド、パイなら後で焼いてあげるわ。今は材料がないの。そうじゃなくて、村に怪物が現れたんだ。怪物ですって？まさかこのオーラは悪霊？え、悪霊って一
ベリー、まさか悪霊と戦ったの？うん、カンナが悪霊にやられそうになったところを私が助けたんだ。悪霊なら私がはるか昔にエイムハード様の力で鉱山に封印したはずなのに、一体どうして。まさかエイムハード様が消えて封印が弱まったのかしら。ダビド、ひとまずここに身を隠して様子を見ましょう。ダメだ、姉ちゃんがまだ村にいるんだ。それに勇士たちはみんな逃げちゃったんだ。セラが危ないですって。パイベリー様の出番ね。パイベリー、何を言っているの、危険だわ。そうだパイベリー、お前は野良犬も立派に倒したじゃないか。パイベリー、村で今悪霊と戦ったら確実に勇士たちが押し寄せてくるわ。でもダビドのお姉さんを助けられるのは私だけだよ。そんな、心配しないで、私を信じて。どうするつもりっすか。村には人間が山ほどいらんすよ。勇士たちはみんな逃げたんでしょ。素早く悪霊を倒して私たちもささって消えたら大丈夫だよ。準備できたら村に行こう。どうして村がこんなことに。邪悪なものでいっぱいだ。どうしましょう、このままじゃ村が焼き尽くされてしまうわ。おい勇士たち、なんとかしてくれよ。このまま犬死にしろってか。どうせお前らも俺たちが絶望的だってこと分かってんだろ。今できる最善の策はこのまま誰も死なないように全員が逃げることだよ。するたびに黒い魔力が出てくる。倒すのは無謀だから隙を狙って脱出するしかない。セラ、私が走ったらあんたも人が集まってるところまで全力疾走するんだ。あ、悪霊の間をですか。私を信じろ、今だ。よし、あとは援軍を待てば。あ、めまいが。リビア様到着。あそこで倒れてる勇士、息はしてるっすね。おそらく黒い魔力のせいで気を失っているみたいっす。じゃあ周りを気にせず思う存分戦えるね。私の番だよ。お呼びですか。どれどれ。
れ、悪霊たちの魔力が復活していくっすよ。みんな注目。えい、えい。ララク村はこのアルフレッド様が守る。あ、アルフレッド、他の勇士たちよりもかなり勇敢だね。それに悪霊たちがあのアルフレッドを警戒してるよ。村を守るのが勇士だ。俺は何も怖くない。ほほう、あのバカが振り回している棒がコンマ石っすね。やはりコンマ石は悪霊に効果があったみたいっす。へえ、ただのヘタレだと思ってたけど悪霊の弱点をうまく見抜いたね。だけどそろそろ限界のようっすね。うわあ、やっぱりね。悪あがきはやめて、さっさと消えて。あ、あいつは？ケイト。ほら、今よ、包囲しなさい。ちゃんとしないと魔女と一緒に処刑台に立たされると思って。分かったから早く悪霊を何とかしてくれ。俺たちも危険なんだ。悪霊たちを教皇セルビスの名のもとに命じる。消えろ。あ、悪霊たちが一瞬で消えた。おお、すごいなケイト。周りの黒い雲まで綺麗さっぱりなくなった。ケイト、ご苦労だった。我々が村人たちを避難させた甲斐があったな。あんたたち民間人の後ろに隠れて見ていただけじゃん。あ、まあお前にはそう見えたかもしれないが、たかが人間の子供が悪霊をいとも簡単に消滅させるとは。あれが教皇の力か。かなり危なっかしいが。みんな見たよね、これが教皇様から授かった力よ。教皇様に感謝しなさい。そうだな。教皇様万歳。ケイト、早く魔女も処理してくれ。私に命令しないで。また束縛を。そこの無能な勇士さん、動けない魔女くらい自分たちで倒せるよね。厄介な状況になったっすね。どうしたらいいの。さっきの戦闘のせいで使える魔力があまりないよ。あー、もうだからなんで村なんかに来たんすか。勝手にしてください。ブラックジョン、助けて。じゃーん、カンナ様が来たよ。なんだ、よくもカンナ様の獲物を奪おうとしたな。これでも食らえ。あと少しなのに、あいつまた。ケイト、どうしよう。あ、魔女が見えないぞ。何やってるの、早く探して。いつまで寝てるつもり？カンナが私を助けてくれたの？ありがとう。バーカ、あんたは今捕まってんの。私たちがさらったんだよ。なぜなら私のサンゴを壊した責任を取ってもらわなきゃならないからね。お、それのこと？ごめんね。ごめんの一言で済むなら勇士いらないから。じゃあどうすればいいの。まったく、早くも聞いてくれるね。ひとまずあんたには壊れた3号の代わりを務めてもらうから、カンナ様の部下になるチャンスをあげるよ。ムササビ盗賊団の下っ端になりな。え、やだよ。じゃあ仕方ないね。ここまでしたくはなかったけど。さあ、クロ！
と俺の出番か。おいおい、それは残酷すぎるだろ。クロウ、本当にそれを使うのか？新しい武器を試すチャンス。魔女はどこまで耐えられるかな。何？このコショコショ雲の前では誰もが子供になるんだ。勇士も魔女もな。やめてよ。どこから始めようか。首、それとも足の裏。やめて。この雲は足が12本あるんだ。12本だぞ。おふざけもそのくらいにしな。分かったよリーダー、ここからが本当の。あれ、縛られてたはずなのに。ブラックじゃん、私を捨てて逃げたかと思ったよ。気絶してて今目が覚めたんす。ご主人様の匂いを見つけるのに時間がかかりましたよ。くんくん、火薬の匂いがすごいっすね。ねえ、戦うんでしょ？リーダー、ここは引くぞ。作戦変更、退却だ。おうおう、また逃げた。あれ？何か箱を落としていったよ。中身は筆といろんな色の水で。ブラックジョー、これ何だと思う？これはいいと。いつも何でも知ってる様子だったけど、知らないこともあるんだね。そんなわけないっす。これはそのあれっすよ。決して人間たちはこれで顔に絵を描くんす。本当？人間は顔にも絵を描くの？はい、何の役にも立ちませんがね。顔に絵を描くのか。私も退屈な時にやって